プロポーズ大作戦、プロポーズ大作戦、プロポーズ大作戦は、1973年4月2日から1985年3月26日まで、朝日放送、ABC テレビで放映された、公開恋愛バラエティ番組である、メイン司会を、横山康西川清が務めた。スタート当初は、関西ローカルの深夜番組、30分枠だったが、一部の、 tbs 系列局や関東の独立有局に番組販売ネットされていた。この当時 abc は tbs 系列だったが tbs での放送はなかった。tbs があまりにも関西の色が強すぎると同局での放送を及び全国ネット化に難色を示したという。その後、毎日放送、mbs とのネットチェンジ、長年展開消により、テレビ朝日、当時、 日本教育テレビイコールネット系列へ、ネットチェンジ後の1975年12月2日から、同系列を中心に、全国ネット化、プライムタイム枠に昇格して放送され、放送時間も1時間に拡大された。木田太郎の作曲による、番組テーマ音楽も視聴者に長年親しまれた。ABC ホールでの公開収録だった、年に数回は、 地方での公開収録も行われた。1985年3月26日に番組は関西ローカル時代から数えて12年間の歴史に幕を下ろした。最終回はさよならスペシャルと題し過去の秘蔵映像が流されエンディングではザ・お葬式と題して番組で使われていた小道具が特別に作られた専用ボックスに収められ番組を締めくくった。 番組は大きく分けて2部構成であった。なお、30分番組時代には以下に述べる前半部分のみの番組だったが、45分枠に拡大した際に後半部分が付け加えられた。その後半企画で3つ目にできたのが、担当ディレクター小森茂樹が命名、企画したフィーリングカップル 5vs5 であった。さらに1時間に拡大した際に、 中間部分がそれぞれ付け加えられた。オープニングではテーマ曲が流れる中、セット上のタイトルロゴを映して、タイトルコール後、司会者にパンして、すかさず観客席にスイッチングされる。テーマ曲の演奏が終わると司会者がスタンドマイク1本、末期はそれぞれハンドマイクを持ってで、漫才風のトークをして、キューピット役の金枝、だ。後期は高田水絵。 斎藤優子と週替わりの金の代役、桂文曲を紹介し、清志が改めてタイトルコールをする。その後、オープニングクレジット映像が流れる。その映像は、大学のサークルなどロケ先で、恋人募集中の複数の女性がメッセージを送るものであったが、末期は観客席を中心とするスタジオを映していた。前半は、目当てのお相手との出会いを求めて番組に応募してくる。 視聴者の依頼に応えて、スタジオでのご対面を実現させるというコーナーだった。実際に番組がきっかけで二組が結婚したことが確認されている。ここでの依頼は、お相手が通勤時にいつもすれ違うなど、どこの誰かがわからないので探してほしいというものと、取引先の受付状など、どこの誰かはわかっているが、 直接告白するきっかけがないので番組をきっかけにして気持ちを伝えたいというものに2分された。コーナーの進行としては最初に司会者と依頼者がトークを行い見かけたきっかけやお相手に対する熱い思いなどを聞き出した後安氏の神の御前にて身を委ねたる殿の願いを叶えた前からというセリフと共にお相手がステージのカーテンから登場するというのが 基本的なパターンだった。また、お相手の登場後には、キューピットが、お相手のプロフィールの紹介や、見つけ出すに至った、経過の報告があった。さらに、司会者、キューピット、依頼者、お相手によるトークの後、依頼者から、お相手に対する告白タイムが設けられていた。ただし、情報が少なすぎる、相手は判明したが、番組収録日までに連絡が取れなかった。 出演拒否などの事情により、お相手が登場しない場合もあった。この場合には、カーテンは開かずに、横から、キューピットが出てきて、経過の報告や、出演拒否理由の説明が行われた。また、出演したいが、番組収録日に会場に行けないなどの場合に、キューピットが、お相手の自宅などを訪問した風景を収録した、ビデオが流されることもあった。ちなみに、 番組開始からしばらくは恋の相手ばかりでなく20年前に生き別れた父親に会いたいなどという純然たる人探しの依頼も受けていたその場合事情があって相手がカメラの前に立つことができずカーテンを開けずにその裏で対面を果たすということもあった中間部は様々な企画が試みられた基本的には歌手が ABC ホールで歌う前の 不利的なコーナーであった。毎回のゲストに関するコーナーで、ゲストが街であっち向いて、ホイをやり、ゲストに勝った人はカードを引いて出たことを行う、スターが挑戦。あっちゃ向いてホイや、ゲストが何かやっている VTR を見せ、観客から募った3名がゲストは誰かを回答する、スター風スワーなどが行われた。ゲストの歌の後の、フィーリングカップル 5VS5 には、歌手も加わり、必ず、 からの一問を出した。後半のフィーリングカップルの VS5 と題され、大学生が学校対抗形式で、それぞれ男性チーム、女性チームに分かれて5人ずつ登場し、集団を見合いをさせるというコーナーである。参加者は、お気に入りの相手を第一印象で選んだ上で、それぞれの個性や学校生活などについて自由に話を持つ。そして最終的に出演者の目前にある、 大型テーブルを使って判断をし、両思いになるとカップル成立と判断するものであった。番組初期の頃は、ひもくじ方式でカップル成立か否かを判断していた。番組中期から使用されていた、ある意味番組の象徴とも言える、電光掲示による大型テーブルは、番組終了まで途中リニューアルされながら使われていたが、番組終了後は倉庫に保存されることもなく、解体された。 なお、このコーナーは、東京、大阪のネットの超年展開賞号機に1時間に、放送時間が拡大された際に設けられたものであり、カップル不成立ジングルは、霊館山館第6巻のジングル、通称、ヨーカーボーや BGM を使用した。出場者の入場時には、番組テーマ曲が流れる中、客席の入り口より、チーム名の入ったプラカードを持った、エスコート役、当初は、 やすしとキューピットだったが、末期になると男性チームは女性スタッフ、女性チームも男性スタッフに変わったの後から出場者が登場するものであった。カップル成立、不成立の結果を見るときは清、清志が音楽スタートと叫んでから行っていたが、その前に代表者1名の結果を見るのがパターンだった。その見方は代表者が選んだ相手に、 直接ラインが行く。この時安、清は、じゃんじゃじゃじゃん。と歌っていた方式だったが、後に一人ずつラインが出るものと、一斉に放射状に、ラインが出るのが追加された。なお後者は、途中で意地悪く一旦止めるのがしばしばあった。そしてカップルが成立したら、そのカップルにインタビューをした後、儀式と称して男性から女性へのキスとなる。そのキスの場所は、女性が決めるのだが、 時によってお任せとして男性の自由となる時もあった。これが好評なので後期からは観客がおかせ、おかせ、と叫ぶようになった。電光掲示テーブルの導入については、ひ目くじ方式を引き続き使用する予定であったものがプライムタイムに全国ネットで放送される番組で安っぽいセットを使うわけにはいかないと考えたスッフが、 予算オーバー覚悟で導入したものであり、当時の在阪局制作の番組としては、異例と言えるセットであったという逸話がある。また、もくじでは引っ張った際に、ひもが絡むアクシデントがあり、判定の見苦しさを解消する目的もあったという。大学大校がメインだが、1980年の年末に放送された内容では、男子は大学生で、女子は、 芸能人選抜チームが出演したことがあった。それでその時は、松田聖子、柏原芳恵剣直子の3人と、男子大学生とのカップルが成立している。女子のタレントチームは年に1回程度放送したが、5番の、関は演出場、剣直子、または和田明子であった。年に1回ほど、小学生以下の児童による子供大会もあり、大学大校とは違った。 面白さが、大人の視聴者にも好評であったほか、子供たちに優しく接する、横山康の姿が見られたりした。なお、ローカル時代初期のフィーリングカップルでは、社会人も出場させた、数回で辞めて、フィーリングカップルといえば、大学生というコーナーにした。数年に一回、パーフェクト達成、全員、つまり国民のカップルが誕生するがあったり、全滅、国民ともカップル不成立、 ボード上は、破れたハートが表示されるもあった。なおカップルにはそれぞれ自転車が商品として与えられるが、全滅の時は、2台ある自転車のうち1台は観客に、その場で抽選して与え、もう1台は視聴者行きとなった。その時は、必ずはがきに司会者が言う、合言葉を書くことになっていた、合言葉を書かないと無効。中期期になると、途中で、 体力測定と称し、チーム全員が様々な体力ゲームを行った VTR が流された。番組が放送された昭和50年代は VTR テープがまだ認知企画で効果、操作貧雑だった上、著作権法の影響、何よりも視聴者参加型番組だったことなどで番組の資料保存が大きく制約されていたとから放送された番組の映像で 現存しているものは20から30本回程度である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。